顎のひげが生え始めたぐらいが男性がですね、まあ、ほぼ閉じ始めるっていうような表現が、ね、できるかもしれません。14歳3ヶ月というのは、ね、指先からですね骨盤が閉じてくる時期になりますので、例えばどんなものを食べたら身長を伸ばすのに役立つのか、もしくはですね、まあ運動することによって成長ホルモンがアップするとか、あとどういうふうに睡眠を取ればいいのかってですね、まあ順番に上げてますね。そういうのを一個一個こなしていくしかないと思います。遺伝だけでですね、まあ、全ての身長が決まるわけではないです。そういった生活習慣を正すことで身長をですね、改善することができると思います。やっぱり一個一個はですね、動画をしっかり見て勉強していただければと思います。硬い顎ひげが生えてきたら成長終わったって表現ね。まあ結構厳しい表現かなと思うんだけども、かなり終盤であることは間違いありません。で、実際私の頃にもですね、たくさん体重身長を迎えた方がいらっしゃいますけども、そういった方でもですね、硬い顎ひげボーボー生えてる方が少ないので、やはり硬い顎ひげが生えてるっていうのはかなり成長で言うと終盤というような表現になってくると思います。ただし、それで判断あくまでもするのではなくて、本来であれば手の骨端線だったりだとか、骨再生の反映だったりとかですね、そういったところを元にですね、成長が終わったというような表現をねする方がより正確だと思います。まずポイントとしては、欧米人が本当に日本人よりも晩熟なのかってとこですね。そこをね、ちょっと私はもう一度ね、いろいろと調べ直す必要があるかなというふうに思います。過去にですね、私の方で調べた成長曲線、アメリカとオランダと日本のものを比べると、確かにですね、日本人よりもオランダ人やアメリカ人の方が晩熟なんだなっていうのは思った記憶があります。といった意味だと、まあ確かにそういう要素はあるのかなと思います。で、あともう一つはですね、日本人がアメリカに行ったりすると、より晩熟になるのかってことですね。それに関しては、めちゃくちゃ難しい、答えが難しいっていうところなんですけども、今日時点の私の回答としては多分関係ないでしょうというふうなお伝えになってくると思います。ただしもし仮にですよ、欧米の方が日本人よりもより晩熟である理由が遺伝でなくて生活習慣によるものであるとするならば、より晩熟になるというふうに考えても問題ないと思います。めちゃくちゃいい質問ですね。結論から言うと、音楽を聴きながら運動してください。音楽を聴きながら運動することを私は推奨します。これはですね、確か脳科学者の茂木健一郎さんもですね、僕がテレビで見た情報なのでちょっと曖昧で申し訳ないんだけれども、茂木健一郎さんの一日を追いかけるという番組があったんですが、その中で茂木さんはですね、私の記憶が確かならば、音楽をガンガンにかけて腕立て伏せをやってたんですね。なんでかって言うと、音楽によってメンタルがですね、鼓舞されるとやる気が出るって意味ですけども、エクササイズはですね、ガンガンの音楽が流れてると結構やる気やっぱり出ると思うんですね。運動ってやる気出るときとどうしても出ないときってあると思うんですね。そういった意味でもですね、やっぱり音楽使って運動をですね、リズミカルに行っていただくというか、気持ちよくやっていただく、もしくはモチベーション高くやっていただくってことはね、音楽の力を借りるっていうのも一つだと思いますので、私はいいんじゃないかなというふうに思います。当然なんですけど、運動によって成長ホルモンの分泌は盛んになりますし、それと同時にですね、当然お腹空きますよね。なので栄養の吸収が豊かになると思います。同時ですけれども、眠たくもなるんじゃないでしょうか。つまりそれは睡眠の質が向上するという意味にもなってきます。ですのでぜひですね、好きな音楽を流して運動していただくと私は推奨します。参考になりますでしょうか。あります。まずはですね、ご両親のものを遺伝するかってことなんですけども、学問上遺伝しないなんていうような文章も見当たります。ただし私の方で皆さんのですね、成長の記録を見させていただくと、ご両親と近似することが多いように思います。ただしずれることだって全然あると思います。この質問ね、すごくいい質問、本当にその通りだと思う。当然ですけども、ガソリンのない車は走らない。充電のされていない携帯は電話ができません。もう当然もうそういったのと同じですね。やはりですね、成長期は非常に栄養が欠乏しやすいというふうにも言われています。いくつか欠乏しやすい栄養素というのも分かっていますよ。ですので、そういったのを積極的に補充して、少なくともですね、自分の持っているポテンシャルを最大限に活かしてあげるってことはすごく大事だと思いますけど、参考になりますでしょうか。ありますね。これをね、明確にある程度関係あるというふうな表現ができると思います。思春期、もしくは第二次成長期って表現ですけども、そういった時期に入っていることを示唆する大事な所見になってくるというふうに思います。ですので、まあそういった症状があれば、かなり思春期が進んでいるという表現になりますので、今後ですね、まあ身長伸ばすという意味では、スパッとに入ってきたなという印象で、気を落とさずに身長伸ばしていただくといいというふうに思います。該当します。ぜひやってください。他に全身運動どんなのが該当しますかってところですね。腕相撲は全身運動に該当しませんね。一方で、サッカー、野球、バスケ、水泳、ランニングもいいでしょう。縄跳び、ダンス、卓球、バドミントンもいいでしょうね。まあ、そんな感じの参考になりますかね。ぜひね、皆さん全身運動してください。
ヒゲはですね、鼻下のヒゲと顎下のヒゲがあります。で、鼻下のヒゲが13歳未満とかで生えてくると、いわゆる早熟っていうようなタイプになってきて、16歳以上とかで生えてくると、いわゆる超晩熟みたいな表現になってきますので、超晩熟の表現ですと、骨端線が閉じるのが17歳程度っていうような表現になってくるかなと思うので、顎下のヒゲが17歳0ヶ月以降で生えてくるのが超晩熟の一つの目安ですので、顎のヒゲが生え始めたぐらいが骨端線がですね、ほぼ閉じ始めるっていうような表現ができるかもしれません。ただこれはね、本当に注意しなくちゃいけないのは、ヒゲはですね、最後までなかなか生えない子も結構多いので、それだけでね、判断するのはまあ不適切だと思います。レントゲンを取ってしっかり確認しましょう。簡単に言うと ALP って数字ですね。骨代謝、骨の代謝を反映します。そのですね、基準値が横に書いてあると思うんですけど、その基準値はですね、大人の値になってきます。新 ALP IFCC っていうデータですけども、そちらですね、113以下が大人の値になってます。113以下だと基本的にはね、身長がほとんど止まっているという表現で考えていただいて大丈夫です。まずはこちらの動画ですね、朝と夕方は身長違うってことで、論文がもうすでに出てるんですけど、大体2センチ程度ですね、違うっていうふうに言われています。で、その中でやはり4センチ程度であれば変わる方もいらっしゃるわけですけど、まあ、それに該当するというような形になります。で、一つはやっぱり姿勢のせいというのは関係あるかもしれませんね。一方で、まあ、筋肉が関係あるかってことなんですけど、筋肉は朝と夕方の身長差と関係あるとはあまり思わないんですけど、いかがでしょうか。一般論で言えばあんまり関係ないでしょうというふうに表現でいいんですけども、医学的なお話をさせていただくと、指も骨端線があるので、そういったのを確認しながらですね、骨年齢とかを判定する、そういった意味では少しは何かしらの関係はあるというふうに考えられると思いますし、最終的な手の大きさっていうのはその人の身長とある程度相関関係があると思うんですね。手は小さいよりも大きい方がいいというふうな表現もできると思います。計測身長っていうのが高くなるのが一般的にこういった内容ですよね。それが生涯獲得できれば一生伸びていることになると思います。まあ一般的にやっぱり 1,2 センチっていうような表現じゃないでしょうか。まず最初注意点が一つあります。亜鉛サプリメントなんですけども、過剰摂取ね、十分注意してください。ですので、あくまでもね、採血をしながら飲むっていうのが理想になりますので、そこ十分注意してください。私の方でね、世間一般にですね、大人向けとして売られているサプリメントを皆さんに推奨しているような内容ではありません。当院であれば必ず採血をフォローアップしながらね、適正な濃度を保ってやっていくってところが大事になります。その中でですね、身長を伸ばすという意味でいつ飲めばいいかって質問なんだけども、サプリメントに関して言うと、私の方で結構大事にしているのは、飲み忘れのものが一番困るわけですよね。例えばなんだけども、今週何日飲んだっけなとか、そういったことが一番困るわけで、一番忘れないタイミングというのはすごく大事になります。具体的に言うと、昼は大体皆さん学校に行ってらっしゃると思うので、飲むことが難しくなると思います。まあ、朝か夕ってことになるんですけども、朝は忙しかったり時間がなかったりする、そういった意味でも忘れがち。あとはミネラル系のサプリになるので、朝飲むと少し気持ち悪くなる人もいるかもしれない。自動的に残されたのは夕食後というところになるので、私のクリニックだとおすすめしている時間帯になります。こちら面白い質問ですね。思春期症状、確かにいろいろあるわけですね。例えば男性であれば陰毛、脇毛、髭もですね、いろんな部位があって、例えば髭とかはですね、18歳以降も私自身もそうでしたけども、ずっと濃くなり続けましたので、まあ、そういった意味だと、ある程度出た時点で身長としては止まってるっていう表現がね、おそらく正しいのではないかなというふうに思うんですけど、ただね、出た瞬間に身長止まるとか、そういった心配はないと思います。私最近例えているのは、天気予報とよくですね、身長予測をね、比べてですね、よくお話ししたりします。例えば明日の天気を予測しましょうってなった時に、どういうふうに予測するかっていうと、今日が晴れてるのかによってもですね、連続的にですね、今日と明日つながってるわけですので、今日の天気も当然関係あるでしょう。それに対して過去1週間の天気はどうだったかとか、今はですね、夏なのか冬なのかとか、過去5年間のデータを見たりだとか、気圧、雲、湿気、温度とか、もう様々な要素を加味して総合的に判断して天気予報がね、行われるわけなんですけども、身長予測もそんなような形になります。例えば今回ですと、発毛からは早熟だけれども、身長伸びとしては標準だったということで、明日が曇る要素と晴れる要素両方あるんですよみたいな表現だと思うんですね。そういう場合どういうことかというと、晴れる予報がね、例えば10項目のうち10個とも全部晴れるっていう、ね、予想がもし立ったとしたら、晴れの予測が 100% に近いっていう表現ですし、半分半分であれば晴れの予測 50% ってところになりますので、まあ、今回もまあそういった意味だと半々みたいな表現がおそらく正しいですね。この文章だけで何か私のコメントするのは少し難しいんだけれども、ただし思春期症状っていうのは非常に最終身長によって大きな影響を与えるのは事実だと思いますので、今後は身長伸び率っていうのは今まで標準的だったかもしれないけども、早熟タイプとして予測がね、出てくるのかなという印象にもなってくるかもしれません。
本来であればね、全身運動で楽しくできる運動がいいと思うんですけども、なかなかねできない人もいらっしゃるっていうことであれば、たまにねストレッチ動画とかも上げてますので、そういったのも参考にしていただくといいかもしれませんし、あとまあ YouTube でもね、こう足パカーみたいなのとか流行ってたりだとか、少し心拍数が上がるようなものもね取り入れていくのも私はいいと思います。まあ、確かに私の動画は比較的亜鉛に関しては肯定的な意見をね述べることが多かったと思うんですけども、男性ホルモンが誘発されるというのは比較的今有名な話だと思います。まず最初に言えるのは、そんな心配しなくてもいいと思います。例えばですけど、極端ですけども、5歳の子とか4歳の子とか、そういった子が亜鉛を摂取して万が一での早熟になるようなことがあれば、おそらくまあ論文になってたりだとか報告があるはずですので、そういったことはあんまり心配しなくてもいいんじゃないかなと私は思ってますし、実際私の方でも血中濃度を比較的コントロールしてますけども、それでテストステロン値ですね上がったっていう印象はあんまり受けませんので、そういったような要因はなくはないですけども、基本的にはそこまで心配する必要ないでしょうというふうな表現がいいのではないでしょうか。エナジードリンクね、一括りするの難しいですけども、糖質には十分注意が必要だと思います。私の方がね、すごく積極的に摂取してくださいっていうような内容のドリンクではないかなと思います。ただまあ全部をね否定するってこともないと思います。手のレントゲンが取ってるってことなんですけど、指先から順番に閉じていきます。14歳3ヶ月とね、指先からですね、骨端が閉じてくる時期になりますので、この方に関して言うと、ほぼ年相応という表現になりますので、14歳3ヶ月ですと、今の時点でもね、まだ5センチ以上伸びるかなっていう期待値としてあるんじゃないでしょうかという表現になります。この方は、ね、男性なんですけども、まあ、女性の場合ですと、14歳3ヶ月ですとかなりね、骨端線閉じてるかなってところになりますので、そこはね、大きく違うことを注意してください。まずはそもそもね、その亜鉛が心臓にいいのかっていうところを議論する必要があると思うんだけど、それがね大前提としていいでしょうっていうところですよね。でその中で効率よく亜鉛を摂取したいという表現であれば、カシューナッツの方が優秀だという表現になります。ただカシューナッツね 100g 食べるよりもアーモンド 200g 食べる方が楽な人にとってはそっちの結局は亜鉛の摂取量が多くなりますので、そういった側面もあるでしょうっていうところだと思います。確かにこれいい質問だね。身長が睡眠中にしか伸びないっていうのは確かにイメージはわかります。ただし多分実際問題は、普通の日常生活の中でもおそらく伸びてると思いますけど、骨が代謝し続けるわけですから、夜しか代謝してないってことはないわけですから、夜も大事だけども昼の日中の成長ホルモンも大事でしょうと。相関性っていう表現は難しいんだけども、少なくとも運動はした方がいいし、睡眠は当然ね質が高い方がいいっていうところだと思います。で、早熟とか晩熟が遺伝するかという質問ですよね。これね、あるデータによれば遺伝しないというようなデータもあるんだけど、私は基本的に遺伝するというふうに思っています。例えばご兄弟で受診される方も当然いらっしゃるわけですけど、ご兄弟とかで成長シートをつけていくと全く同じようなカーブを描く。そういったことは何度も見ておりますので、そういったところを踏まえて遺伝していく。まあそういったところから最終的な遺伝身長がある程度収束していく。そういったことがお伝えできるのではないかなというふうに考えていますので、遺伝するというふうに私は考えてもいいと思います。